こんにちは、私は奥田美奈です。日本の大阪から来ました。スイスで3年間留学していて、その後ドイツでお仕事をしてからテルフォードに来ました。テルフォードで行われた1週間の体験入学がすごく楽しかったので、それがこの大学を志願した理由です。私はテルフォードで馬学を専攻し、レーシングストランドという課程を取りました。馬学を共に学んだ生徒たちと一緒に参加した総合馬術大会が一番楽しかった思い出です。卒業式に向けて準備をしています。卒業式には私の両親も日本から訪れる予定です。私の夢は馬学の経験や知識を向上させ、日本に帰国し、それを日本の皆さんとシェアすることです。テルフォードのキャンパスはとても広くて綺麗で、先生方はとても親しみやすく、いつも私たちの手助けをしてくれます。テルフォードでの1年は私にとってとても実りのある楽しい1年となりました。テルフォードを3つの言葉で表現すると、楽しくてたくさん学ぶことができ、私の夢への出発点となった場所です。テルフォードの設備はとても充実しています。特に室内馬場はとても大きくて、一年中を通して障害や馬場などいろいろなアクティビティに使われています。彼の名前はダンで、オスです。8歳です。元競走馬ですごく速く走ることができます。私の一番お気に入りの馬です。